バッターボックスは8番池山。バファローズこの回1点を入れています。さあ先制に成功してなおもリードを広げるチャンスです。やはり先ほどの勝ち越しホームランですよね。あれが効きましたね。はい、そうですよね。この勢いでどんどん攻めてどんどん点を取っておきたいですよね。さあこの流れでさらに得点を重ねていけるか。さあまず1球目、まず変化球決まってワンストライク。釣り球、しかし誘いには乗りません。154キロ、インサイド落ちました。センターに強い打球、追いかけますが頭を越えました。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、2対0になりました。バファローズなおもチャンスです。